あこちさん1時間お疲れ様でした。 ありがとうございました。緊張しましたもん。緊張して、緊張されてたんですか。もう顔、こんな感じで固まってました。こういうの初めてですね、こういう動画、そうですね。あ、そうですか。はい、どうですか、思いのだけは。やっぱね、映りが良くなかったですね、僕に。いやチラチラ見たんですけど。あ、見ました。あの、モニだけ見えますよね。よくないな。テレビ映りって、慣れなのかなと思いましたね、やっぱね。タケさんとかやっぱ映りいいっすもんね。かっこいいと、タケさんになると。そうですか、そういうもんですか。多分、緊張してないっていうか、自分のものにしちゃうんでしょ。なるほど、空気とか。そうそう、僕だけ浮いてましたね。いや、全然そんなことなくてです。はい、でもかっこよかったです。本当ですか。なんか、すみません、ありがとうございます。あと、お話も面白かったですよね。本当ですか。はい。でも、まあ、そのテックボールという言葉自体もどんどん普及していってっていうところもあるかもしれないですね。だいぶ、だから、この前だから、鹿島アントラーズも、多分テックボールなんですけど、テックボールじゃないようなテックボールをやってたんですよ。だからそういうなんか派生してなんか、まあ、独自にオリジナルで作って、テックボールみたいに遊んでたんですよ。あの台を置いて、台もほとんど一緒なんですよ。でもなんか協会からも購入してないし、まあ、日本の総代理店があるんですけど、そこからも購入してないので、独自に作ったとしか思えないんだけど、独自に作ってテックボール、サッカー卓球って言ってましたけどね。あ、なるほど。テックボールとは言ってないんですよ。はい、こっちに気を使って多分。だから知っててやってんじゃないかなと思って。だ今度、もしでもそれだったら、カシマトラさん挨拶行きますね。逆にそれだったらチャンスですよね。あ、そうだから一緒に、そうそう、だから、別に模造品というか、オリジナルで作ってもらっても全然いいので、まあ、一緒にやりましょうって感じで。広まればね、協会としてはいいので、で、その辺の、オリジナルじゃなきゃダメだよとかいう判断するのは、まあ、国際テックボール協会とかにお任せしますって感じで、まあ、日本の協会としては広まればいいので。なるほど。なんかね、一般の私たちみたいな、もう何も、もう、そこまで手が届かないみたいな人たちが簡単に触れられる機会があるといいなとも思ったりします。例えば私、まあ、あれやってみたいなと、バブルボールでしたっけ。あ、バブルサッカー。バブルサッカーをやってみたいなって思ってて、どんな感じなんだろうと思ってたら、あれが、ラウンドワンでできたんですよね。そうですね。で、実際やったらもうすごいぐるんぐるん、なんかもう酔ってしまうみたいな感じだったんですけど、でも実際って身近で何か体験できるのがあると、ね、なんかもっと身近に感じられたり、そうだ、さっき忘れちゃった、大阪の、ナムコがやってる、VS パークっていうのがあるんですよ。はいはい。あれはどこだっけな、万博公園にあるんですけど、万博公園にある商業施設、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、そこにVS パークっていうのがあって、いろんなスポーツ、恐竜から走って逃げるとか、いろんなアトラクションがあるんですけど、そこにテックフル実はあります。そうなんですね。じゃあ、お子さんとかはそういうところを。そうですね。そういうラウンドワンみたいな形で、そう、入れてもらったんですよ。ナムコさんが。応援したいんで入れます。あ、そういうところ増えるといいですね。そう、だからナムコさんはすごかった、かっこよかったですね。だまだ全然日本で台が全然ない時代に、面白そうなんで入れたいです。でもそこずっと入れてくださって、入れてくれてます。で、なんで入れてくれるんですかって言ったら、はい、こういうの応援したいんですよみたいな、うちはみたいな。かっけーと思って。今ナムコ株アクさんだから、そのじゃあちょっと他の視点というかところに。そうですね。だからラウンドワンさんとかにもね入れていきたいですけどね。ね、なんか身近にできるよっていうのが、ね、あると。そうですね。競技人口も増えそうですしね。そうですね。あれ、ね、他の遊び方もあるんですよ。さっき全然言う時間ないと思って言わなかったんですけど。例えば。テックキャッチとか。テックキャッチ。あのハンドボールみたいに。手で。逆に手で。手で。手をラケット代わりに投げる。投げる、結構運動になりますよ。あそこのエリアにこう投げて、それキャッチするんだけど、まあまあ、これだから結局跳ね返りが、そうか、予測ができないのか。そう、まあまあ、テックキャッチだったり、あとテキスっていう遊び方。テキス、まあ、テニスのテニスみたいな。
ラケットですか。テニスとキックをかけてるんですか。テキスないとかけてるのかな。まあ、テクニックとテニスだと思いますけど。そう、あ、じゃああの第一であることで、まあ、真っすぐじゃなくてああいうそのテックボールのあれであることでなんかいろんな遊び方も、一応いろんな遊び方提案してるんですよね。ただまあまあオリジナルはテックボールなので、うんうん、まあ、まあ日本テックボール協会としてはそれを広めていきたいなと思っているんですけど、なるほど、うん、ね、これからなんかのね、やっぱあの番組の中でもありましたけどサッカー選手がそっちに移行するとかね、なんかそういうのがあるとね、なんかまた身近に感じる。あのそのテックボールの普及活動をしてる時に、はい、あの静岡のイベントに、お、はいはい、にテックボール参加した時に、はい、あのそこに小野伸二さん来てたの。お、うん、あの駿河屋さん、あの静岡の駿河屋さんが毎年あの年明け1月にやってるサッカー教室があるんですよ。そこみんなあの元清水エスパルスの関係の人たちが、あ、なるほど、あのやあのボランティアでやってるんで、うんうんうん、でそこに小野伸二さんも来ててで見てもらったんですよ動画、はいはい、じゃあ多分これ日本で一番強い俺だからうわでもそうですね、テクニックありますよね。そうそう、だから いつかやらしてよって言われてるは言われてるんですよ。だ僕のちょっとした夢はテックボールプロリーグできたら、はいはい、小野伸二さんやってもらいたいですよね。いいじゃないですか。やってもらいたいです。絶対強いんですよね。うん、だけど、うん、サッカーよりもどっちかというと逆にフットサルの方、選手の方があれじゃないですか。もうテクニックですよね、だから。うん、小野伸二さんなんかもう、もう浮き玉でね、うん、ボーンって飛んできたやつをピタッて止めるような人ですから。確かに。そういう人ですよ。がやったらめちゃめちゃ強いと思いますよ。なるほどね。だからフリースタイルフットボールの方が強いっていうのはそういうことなんでしょうね。とか、だからまあそのプロサッカー選手目指してたけど、あのまあプロ、まあ、プロにはなれなかったとかいう人でも相当上手い人いっぱいいるじゃないですか。確かに、そういう人が、あ、じゃあテックボールに転身しようかなとかの一つの選択肢になれば嬉しいですよね。確かに、今は、うん、今はまあチャンスがね。そう、やっぱサッカー協会にそんなに行った方がいいかなちょっと門は叩いてみるのは終わりだと思います。僕たち吸収してくださいみたいな感じで話も尽きないようです、はい、あのまだまだこれからの、ね、テックボールの普及も楽しみにしております。今後のご活躍も期待しております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。